始まったよ。でもなんかちょっと図がおかしくないですか？あれ、なんかあれ、あれなんかあれあれ、もしかして、あれ、もしかして、あれ、なんか、誰かいない、もしかして、あれれ、なんか元気な声が聞こえないぞ。おい、なんか、アヒルおった、今。今、なんか。なんか、一向に来ない方がいらっしゃるということで。珍しいんだけどね、本当に。一番まともなサムネ作ってた人がいないっていう。しかも、いつもうなたん、コラボの時、いっちゃん早く待機してんのよ。ね、そうだよね。そうなんだよ。大体ルーナがいるんだよね、最初の部屋にね。そう。とりあえず自己紹介しとく？そうだね。そうっすね。では、スバチョコルナタンのスバおあずらスバー、そしてどうも、スバチョコルナタンのチョコじゃあ、ゆずきチョコでーす。ルナの部分、スバをやって。なんでスバルやねん。なんでいきなりこっちに矛先は。だって前がチョコ戦で、次私だからさ、相手の今スバルしかいねえもん。解像度低くない？これ絶対後で怒られるって。解像度低い。 360p だよそれ多分。やばいやばい、ひどいって何も見えねえ、ガビガビだって。エンコード失敗してるやつ。早自己紹介しろ。はい、スマチョコルナタンのタン、シシロボタンです。よろしくお願いします。お願いします。うなたんが落ちるまで、はい、まあ、1時間耐久で雑談をしましょうということで。まるさ、ミステリーツアーしたいんだよ。国内、うん、で待てるから。タンと無邪がってだろ。飛行機でさ、北海道行けんじゃん。ダーツピッて投げて。ポン、惜しい。急にスンってなってんじゃん。急にさ、あなー、声が聞こえるか。申し訳ございません。やばい、お化け。幽霊の声が。今配信中よ。大丈夫？配信中だよ。大丈夫か？大丈夫です。おはよう。おはよう、なった。おはよう、なった。申し訳ございません。つやつやだった？寝てしまいました。でもさ、寝ててよかったよね。なんかあったらどうしようっていう話、うん、そう、一瞬出た。倒れてたらどうしようみたいな。大丈夫かみたいな話はあったから。うん、寝れて偉い、おはよう。え、みんな何をしているの？ルーナについて語り合ってた。まあ、しょうがない、ゲーム。もうゲームはいいよ。ゲームはまた今度しよう。また今度しよう。うん、ルーナ、スバルからのチャット見た？うな電鉄、すごい連投してる。起こそうとはしてたんですが、ちょっとね、嵐行為のようになってしまいました。ね、すいません、うちのスバルがうるさくて。もうなんかね、寝坊ってちょっとね、ちょっとルナタの中でやっちまっても、なんかもう、うなたのメンタルが崩壊してます。もうどうでもいいこと思い出したんだけどさ、なんかちょっと4人で爽やかいけてないんで、ちょっとスバチョコルナタンでちょっとお出かけしようって言ってたんだけど、スバルがね、諸事情でね、また出かけられなかったの。でさぁ、でスバルはちょっと諸事情によりいけなくて、そう、爽やかをね、食べにね、そしたらね、なんかチョコルナタンからね、すげえ綺麗なさ富士山の画像とかさ、送られてきてて、うぅー、やめろーって思ったから、スバルも空のコーラのペットボトルを富士山に見立てたパソコン前の画像をついた。格差やばいなって思った。ねえ、お土産買ってきてよ、スバルに似合う特産品って言ったら、チョコ船がアヒルないからペンギンでいいって書いてきて、あれ特産品とはってな。静岡の特産品なら何でもいいよ。サメ好き？怖いわ、なんでよサメってって聞いたら、そしたらチョコ船から、かわいいサメって書いてた。かわいいんだったら欲しいってなっちゃって、欲しいって言っただけ、サメが届く。
グラが、グラちゃんが届くぞ。うわー、今見ても苦しい、このなんかハンバーグの画像。行きたかった、スバルも行きたかった、行きたかった、行きたかった、行きたかった。なんで行けなかったんだ。爽やか行くのはいいんだけどさ、あのさ、むちゃせんとこうって、マジで。いや、むちゃしてねえよ。してねえって。してない、してない。全然むちゃしてないよ。してないよ。スバルいない分、3人で。買い物しながら楽しんで終わったわ。なるほどね。そうそう、あ、じゃあね、爽やか今度行こうね、みんなで。行こうね、みんなで。まあ、爽やかじゃなくてもいいですよね。あ、いいよ。爽やかじゃなくてもいいよ。あ、いいじゃん。なんかさ、スバルさ、4人でさ、ミステリーツアーしたいんだよね。例えば、昼担当、朝担当、夕方担当、夜担当ってあって、はい、その前後の人がどこに行くかを予想した上で、その次のパートを自分がこの4人で、行って楽しいところを、こう予約とかして、うん、で、うん、他3人は知らずに1日みんなでデートする。はい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 。で、誰が一番センス良かったかみたいなのを決める。はい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 。そういうのがやりたいね。あ、じゃあ、目隠しアイマスクして連れて行かれるんやな。うわ、超楽しそう。時間配分したら、その時間内だったら何箇所でもいいの？何箇所でもいいけど、マジで、行けるところな、都内から。あ、その時間内でな。あ、時間内でね。はいはいはい。マジで、3時間あるから、関西までは行けるな、みたいなのをやめてくれて。ギリギリ新幹線で、1時間で行けるな、みたいな。そう、行って、たこ焼きだけ食べて帰ってくるとかでも、まあ正直いいけど。あ、いいんだ。まあいいけど、ビビるよな。でも、1時間だったら飛行機でさ、北海道行けんじゃん。やばい時間内だったらいいってことでしょ。どこで行ってもいい。あ、じゃあ4時間にしよう。4時間だめよ。ご飯食べるのにみんな大体さ1時間ぐらいはかかるやん。はい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 。で、移動時間考えてゆっくりまったりできるって言ったら4時間じゃね。まあ4時間3、4時間だね。え、じゃあ朝6時集合とかにするってこと。冷静に考えよう。いやでも朝から夜までいるって言ったらそれぐらいならん。まあなるか。ちょ、でも朝3時間にしようって。だって4時間言ったらちょこぜん海外行こうとか言われるじゃん。ハワイ行こうぜ。国内で待ってるから。国内で待ってるから。絶対嫌だ。これ違う違う違う。モーニングとかやりだすから、うん、朝8時集合にして、はい、はい、で、昼さあ12時からにして、で、16時から夕方やん。ちょっと待って、ごめん。すごいドヤ顔で言われた感あるんだけど、なんか言ってること結構地獄なんだよな。わかるわかる。納得しかけたけど、危ない、ダメだよ。朝8時集合きついから。え、だって今の話って朝、昼、夕方、夜で分ける言うたやん。だってあ、一日やろ。じゃあ朝はなくていいや。昼じゃあ待って、そしたら4人分けねって。おいおいおい、ま、曲げたな今。じゃあ分かった。9時集合にしよう。9時集合にして、9時ね。3時間21時終了でちょうどいいじゃん。あ、なるほどなるほどなるほど。あ、なるほどね。あ、いいねいいねいいね。ルーナさん大丈夫？このフルスロットル千代子についてこれてる？寝起きで寝てる可能性ある？大丈夫？大丈夫か。うなすごい、右から左へと話が抜けていって今やばい。やばいよ。あ、マジで今そうだねって言ったら終わってたからね。いろいろマジで危ないよ、ね、危ない危ない。危ないよ。え、そうかな。かなたん、グアム行こう。え、グアム。グアム行ったことないでしょ。ない。え、じゃあチョコと一緒に行こうよ。え、予定あったら行こう。絶対合わないじゃん。グアム行く予定ってなんだよ。予定あったら行こうって。もう寝起きの頭で一生懸命考えてたんだろうな今。絶対合わないやつじゃん、その予定。なた、目覚めてきた。いやー、覚めてないっすね、この声。まだ覚めてない。寝てた。
今日朝活してでその後仕事で出かけて、はいはい、夜帰ってきて、うん、枠も作ってツイートもして仮眠をして、ね、何時に仮眠したの9時くらいに仮眠しちゃってちょびっとちょびっと寝れば大丈夫と思ったらどうしたらいいか寝ずりだろうな、うん、仮眠ミスはね結構よくあるよな。スバルも来ちゃうわ。あるいやもうチョコはあの大丈夫だよ。日付超えるからもう諦めるよ。ここでさ年に2回ぐらいめっちゃ寝るんだよね。え、なんか36時間寝てる時ない？あ、寝る寝る。たまに。どういうこと？あれなんか笑っちゃった。平日の朝だから朝活しましたってさ話し出してさそしたらコメント欄でみんな今日なんか土曜だよみたいな今日土曜だよってグッモーニング。いや今日は本当にグッモーニング。早起きできたので朝枠開いてみましたということでね。まあこれからねチョコが余裕を持っていってらっしゃいを言いたいと思います。いやー平日の朝にチョコ起きれるってやっぱり天才なのでは。土曜、ちょっと待って、今日って土曜日なの？待って、え、今日って金曜日じゃないの？え、土曜ガチ、え、待って、え、チョコめっちゃドヤ顔でさ朝ごはんの TKG 今目の前に用意してさ隣にウインナーあってさ、もう今日は余裕でみんなと朝ごはん食べながらまったり朝枠しようかなって思ってたんだけど、今日土曜日なの？あーね、まあそういう時もあるよね。いやだってさチョコが珍しく朝早く起きたんよ。そうだね。いやもう平日だと思うやん。いいよ。どういう理屈だよ。そう言ってやれよ。その理屈やばいぞって。え、だってカレンダー見ないの？見ない。なんでドヤ顔で言ってんだよ。チョコが見るのは日にちだけ。いいよ。曜日見ないんだ。曜日わかんだから、スバルがさ、よくさ何曜日と何曜日ならいけるって言われてもさ、うん、何日っていつも思ってる。あ、でも私もどっちかっていうと日付派だからさ、曜日は補足、補足だね。曜日は補足。そうだって曜日の感覚ないとこの中に2人もいんの、マジか。いや、一応感覚はあるけど、うん、予定出すときは日で出すね。スバルって結構さ、スケジュール組むじゃん、ちゃんと。そうだね。そうそう、ちゃんと1週間サイクルのスケジュール組むから、その曜日の感覚で多分出てくるんよ。確かに確かに。で、私とかチョコ戦は多分、そのスケジュールって結構作る時もあるけど、はいはい、作らない時もあるから、はいはい、そういう人は多分非なんだよ。じゃあここで姫森ルーナさんの意見大きい。あ、どっちだ。どっちだ、どっちだ。スケジュール、待ってください。ルーナさんはスケジュール作ってますか、まず。な、自分の中では作ってるかなって。曜日の概念はありますか？いつも脳内は日にちと曜日セットなんだけど。セットなんや。やっぱりセットやん。セバとかも曜日で言われるとなんか日にちと曜日はって思っちゃう。両方ないとダメなんだ。ね、思うよね、思うよね。両方ないとダメなんだ。なるほどね。両方欲しいね。じゃあ次回から両方で言うか。えらい。えらいね。あれめっちゃ格言だと思うんだけど、曜日は見ないみたいな。うわ、さっきなんて言ったんだっけ、チョコ戦。チョコは日付で見てますね。日付しか見てないっす。いいよ。どうやね、そのそうなんだよ、なんかチョコ戦悪びれなく言うからさ、全部さ、なんか格言みたいに聞こえてくるんだよ、これ。いや、だってさ、うん、曜日って意味なくないですか、ぶっちゃけ。いいよ。どんな規模の論争を巻き起こそうとしてんの、そこで。ルーナの面白エピソード。え、なんでちょっとルーナにちょっと焦点いただくと、ちょっと今日は姫森ルーナについて語る回だから。そうだよ、語る回だから。そうだね。いや、なんかちょっとね、ひなたんについての面白エピソード。いや、ちょっと自分に焦点当てないとなんか申し訳ないんで、ちょっともうちょっとこう引っ込ませていただいてよろしいな。お前マジでメンタルやられとるやん。
もうチョコだったらもう時間見た時にあ終わったって思ってもう一回寝るかがいいよ。やばいだろコラボでもう一回寝ると本日は誠に申し訳ございませんでしたって送って寝る。やばいだろこれおいやばすぎろ。見習いたいメンタルかもしれん。こっちもねメンタル来てやがるこいつ。いやもうやっちゃったましあれからさもうダメだって思って寝ちゃうかもしれない。一回ディスコード来いや本当だよ。じゃあちょっとうなたんが引っ込みたいって言っとるから話題変えるか。じゃあ変えるか。はい、そうさせていただくかわいい。何か言いたいことありますかルーナさん。あ、そうです。え、もうちょお前ヒョウって当ててどうすんねん。引っ張り出してんじゃん言ってる相手に。せっかくだからめっちゃ引っ張り出してる。はい、チョコちったいです。視聴者の皆様に、はい、これからスバチョコルナタンで活動していくにあたって、はい、スバチョコルナタンでやってもらいたい企画とかこんなのあったらいいなって思うものとかありますか。そういうのでよかったやん。話題やん。依頼の話題やん。私はね、でもなんか体験しに行きたいな、うん、旅行行きたいよね。行きたいね、旅行船。行き先ダーツで決めようよ。あ、いいね。ダーツの旅。ダーツの旅しようよ。月一スワチョコルナタン旅行会しようぜ。ダーツの旅。月一でダーツやんのよ。いぐつない。サイコロでもいい。よ。狂ってやがるこいつら。狂ってやがるよ。でっかい日本地図に向かってダーツピッて投げて。あ、いいねそれ。楽しそう。野宿とかになりそうそれ。宿取れてない。なんかルーナさん大丈夫ですか。このままだと本当に決まっちゃいますよこの企画。え、でもさ、あなたもさ、うちらと一緒に旅行行きたいよね。やばいこの質問は。その聞き方やばいやつや。やばいよルーナ。なんかどこにでもついてきてくれるよねっていう裏のメッセージ隠されてるからなんか。ね。ね。まあやるとしたら動画になるかもね。まあそう、動画配信はね、そうなんだ、ね、配信じゃなくて動画になるかもね。ね、そうですね。かもしれないけど。うわ。決まった。決まったね。12月までに1回行きたいね。いや行きたいっすね。なあ、あれ、ルーナさん、なおきたん、ルーナは30分ほどは、ね、寝坊を、ね、してしまい本当に申し訳ございません。大丈夫ないよ。じゃあ次の焼肉会はルーナのおごりかな、うん、そうだな。全然もうタンと召し上がっていただきたいと思います。じゃあ焼いてくれる。わかる。スマートコルナタンは意外に焼肉焼くやついねえんだよな。いねえか。チョコ店ぐらい。チョコ店ってぐらい。チョコ店ってがね、いつも焼いてくれて、そう、無限に働いてる。無限にチョコ店ってがずっと焼いてるみたいになってるから。いやでも、まあ、チョコが焼く肉が一番うまいから。いいよ。それはやばい。これ格言ね。チョコが焼く肉が一番うまいから。あ、格言だな。チョコ先生の格言の本欲しい。いいな、チョコが焼く焼肉が一番うめえから。うまいから。曜日いらなくない。効果音とともにこれちょっと編集、ちょっと切り抜き作る人、ちょっと格言のとこだけちょっと効果音入れてさ、文字だけドンって出してほしい。ちょっとお願いしますこれ。お前らチョコをおもちゃにしてんじゃねえぞ。なんて面白すぎるもんな。ごめんだって。え、なんて曜日いらなくない。焼く焼肉が一番ないから。でもね、確かにね、チョコ店が焼く焼肉が多分ね、この中だと一番うめえのは本当だ。そうだね。じゃあ、ルナタン、次焼肉焼いてな。あ、よろしいのでしょうか。いいよ、美味しく、美味しく焼けるか自信はあ、ないのですが、ぜひどうも。ご飯もよそってもらおうかな。使える側になった。あ、そうだね。ご飯めちゃめちゃいい肉頼もう。なんか一日何食限定みたいな、ね、あ、いいね、いいね、いいね。あ、ぜひとも。あ、でもちょっとお店の方はちょっとわからないのね。チョコ担当の。わかった、チョコ焼き肉は。それやばいぞ、お前。それやばいぞ、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 マジで多分。あ、任せて、個室の焼肉屋予約しとくんで、任せてください。これ終わりです。もしね、女、多いな。